別皿に持ってライスはライスで食べるのが本当なのかな。シチューにかけちゃえばカレーと一緒なんだけど、もう食べやすいと思うんだけどな。大賞でザ・パンプが USA でレコード大賞を取りましたよね。でまあ加古さんに協力をお願いしますなんてこと言ってたんで、僕も USA 踊って
YouTube に投稿したら、ジャパンプのメンバーの一人の人がフォローしてくれて、嬉しかったですね。そんなこともあるのかなと。年末年始はね、お酒飲んで楽しむ方も多いでしょうけど、特にはね、気をつけてください。そういう部分をエレベーターの手で、エレベーターじゃないの、エスカレーターね、の手で急に意識なくしてね、真ん中ぐらいから下までドドドドド回転しながら教えたことあるんですよ。駅員さんが走ってきてエスカレーター止めてくれたんですけど、もう一瞬ふっと意識なくなるんですよね。あれ危ないわ。もうこれからはね、手すりをじっと捕まえて絶対落ちないように考えてますけどね。スーパー行ったらね、玉ねぎ1個17円でうちで買ってきて、まあ年末年始に備えようかということで買ってきたんですけどね、これはね、雑煮大根かなんかあって細長いやつなんですよね。全然足りない。もっと入れくれよかった。カレーとかシチューはもうね、好きなんでね、何杯でもいけちゃいますね。毎日宿題で食べたビーフシチューは、トロトロのお肉が入ってて、もうすんげえうまかったですね。やっぱ、お食屋さんはうまいなと思いますけど、そこハンバーグもうまいんでね、いつも迷うんですけど、ハンバーグにしようかビーフシチューにしようかなって。どっち選んでも間違いはないというね。
この年末年始で海外行く人も多いでしょうな。ベトナムに行ってみたいですね。季節もまだ暑いのかな。いやいや、ベトナムのフォーを食べてみたいですね。あれがちょっと気になってて、やっぱうまいんだろうな。この間ね、タケノコの煮物やったって言いますでしょ。今日もタケノコ山ほど売ってて、みじんですけどもね、あ、またタケノコ食べないなと思って。みじんでも十分風味ありますよ。歯ごたえはね、やっぱりないですけどね。まあ、探せば自分の地元でもうまい店はいっぱいあるんでしょうけどね。なんとかお年玉の譜面はつきましたけど、美味しいですね、やっぱりね。マジかよって感じで。まあ、そう思えば、僕ら子供の頃、親戚の家でメイクしながらお年玉もらっててもね、向こうも同じ気持ちだったのかな。どうして今では当然物価が違うんですけど、お年玉の相場は500円でしたね。うん、昔は500円札っていうのがありましたからね。500円硬貨なんかなくて500円札、それが1枚入ってるんですよね。
ピアノがあった。しかし量的には全然足りません。もっと食べようか。そろそろあと何日だ。数えるうちにもう正月ですからね。まあとか言いつつ皆さん今年一年の感謝を持って来年の幸せをお願いしに神社にお預か明日まで行きましょう。それではごちそうさまでした。